だよ。まんまだよ。カラスバトや。ハロー、ハロー。アムロ、アムロ、あれ、この子は何かな。タヌキくんか、タヌキくんか。あれ、こっちがタヌキくんかな。飛んだタヌキ。あ、アナグマだ。痩せとるな。アナグマ。面白いな。アナグマ。わ、お着物かと思ったらフラミンゴくんだ。わあ、あああああああ、ベニコンハロウィン。金賞上位。面白い、やこしどい。桃色い。桃色インコ。どこにいるかな。いないね。あ、あった、いたいた。君たち本物？あ、本物や。マジか。面白いな。わあ。餌与えないでくださいって。カラスバトくん。国の天然記念物。こんにちは。わ、おっきいな君。こんにちは。ポポッポ、ゴロ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 ッポ。へえ。わあ、この子がアオバト君か。ゴロッポ、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 ゴロッポ。わあ、君に会いたかったよ。ゴロッポ、ゴロッポ。ゴロッポ。三尺くん。どこだ。あ、ここだ。三尺くん。ゴロッポ、ゴロッポ。
キジくんだ。君メスだね。オスくんはどこだい？君もメスか。日本人。インドクジャク。ハヤブサク。わ、長剣坊くん。長剣坊くん。長剣坊くん。ひよどし、四十系。わ、でかいな、君。うわー、でかいな。ひよどし四十系。わ、ママ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 、あ、違う、ママじゃない、シマウマくんなんや。ごめんごめん、ママかと思ったらシマウマくんや。ごめんなさい、シマウマくんでした。わ、ホシガメ、アカアシガメ。こんにちは。こんにちは。ちょっと目を閉じてますので臭いかもしれません。あ、大丈夫です。星食べてんで、ワシントンやね。赤星が。放射がね。ああ、カメ。じゃあ。放射が。わ、これあかんやつやないかな。蛇がおるんやないかな。よいしょ。何が、わ、ニシキヘビや。こんなどこにいるかわからんよ。え？ニシキヘビのうんちでかいけど、どこに、どこでしょうかって。いた、あんなとこにいるで。ほら、これはダメや。うわ、土佐清水山椒魚。土佐清水山椒魚、どこにいるかわからんね。シマヘビ。うわー、これ日本マムシ。マムシもいるやん。危険が危ないやな。シマヘビ。うわー、シマヘビ。ダメだ。ダメだ。カエル。オオサンショウウオ。あ、いるね。オオサンショウウオ。どういうわけ？日本一種か。口がカムカム。あれ、スッポンがいるやん。スッポンが。インドフシがパンケーキリング。どっちもいい。
アフリカ小型ワニ、ワニさんだそうです。ムササビってこんな動物、ムササビどこにいるかな、わからんね。どこかな、あ、出た、この子たちだ。わでかいんやね、思ったよりでかい。へえ、でかいな。どこにどこに。この中にヤイロチョウがいるの、これはわからない。これマジですか。これ中にヤイロチョウがいるらしいです。どこかな。これかな。太郎マントシシー見つめると興奮するんだって。まさか、こんなはずだった。
あれか、そっか。あれ、そうか。このハス。あ、綺麗だね。黒塩、襟巻き、キツネだ。ワオキツネだ。わあ。こんにちは。こんにちは。じゃんけんぽん。あいこでしょ。ああ、行っちゃうの？行っちゃった。ごめんね、ゆっくりしてたのに。青きつねだ。答えは何かな？こんにちは。すいません。昔ほら高知城の下にあった時におったワニってあれどうなんだ？あれはね、もう死んでしまって別の種類になりましたね。あ、あの大きなやつがいたんですけどね。いたんですよね。俺高校の時に、まあ、もう40年ぐらい、40年以上前だけど動かんだよね。動かなくてずーっと狭いところでいたやつがね、全然もなくなってしまって。ああ、そうなんですね。いや、今日はね、八色町を、そうですか、うん、いや僕も四万十川へ何回か行ってあの撮影試みたんですけど、なかなか山セミがね見つけたんですけどね、いや、いますね。ありがとう。あの市川さん言って大正町の市川さんに連れてってもらったんですけど、なかなか、初めて見せてもらいました。よかったです。よかったです。ありがとうございます。 YouTube であの紹介させてもみんなが見たいって。僕はあの高知熱帯魚サービスって言いまして、あの井野で、はい、やってるんですけど、またぜひよろしくお願いします。ベタレコート。あ、いや、ありがとうございます。で、その番組のライブの中で、あのぜひ八色町明日見に行ってきてくれて、もうみんな高知の情報を調べてて。前おったの、前もう死にました。おったのは死にました、ね、11歳半ぐらいそこでおりました。あ、ここでおったわ、見に来た時におったけど、なんか動かんかったね、あんまり。これはまた別の、ね、ここ無料ですごいですよね。ここ私立だったんですよね。高知市立、確かね。いや、すごいなと思って。今日今あのショートで上げらせてもらって、無料なんでぜひ来てくださいということで、はい、またよろしくお願いします。ハロー、はーい、はーい。この子は襟巻きキツネザル、黒白襟巻きキツネザル、キツネちゃんですよ。いや、すごいねこれね。よし。昔はねゾウさんもおったよね。ちゃんこちゃんちゃんちゃらららら。ちゃ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 ら。ちゃ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 ら。ゾウさんは今日本入ってこないやつね。日本のこんなにおるの。
あ、シュレーゲルの青ガエル、いたいたいた。最もかっこいいって四国箱根山椒魚、最もかっこいいって誰が決めるのかなって思った久だけです。四国産日本カムシカ、四国産本州産、これはなんか暗さによって目が変わるような気がするんやけど、四国産と日本産の違いだそうです。よいしょ、ご苦労さんです。びっくりしたね。わ、君は誰なの。あやちゃん、あやちゃん、あや、あや、あや、光ちゃん、こんなにかな、こうなんか野生の中って感じやね。はい、こっちはね、お金、入園は無料やけどお金いるらしい、確か。え、ライオンがおるの？ライオンいるの？ライオンいるの？ライオン、ライオン、ライオンちゃんいるやん。見えないかな。ライオン。縦狩りやん。レオ。よいしょ、人間の俺、タイガ、タイガいたね。タイガーボックス、いや、とってもよかった。
君は誰だい、君は誰だい。君は誰だ。ムックーちゃんかな。暑いからフラミンゴくんもみんなお休み中です。本物はどれだ、本物はどれだって感じ。